アミロイドーシス、アミロイドーシス、アミロイドーシスとは、アミロイドと呼ばれるタンパクが、全身の臓器の細胞外に沈着する疾患。日本では、特定疾患、難病に指定されている。アミロイド、アミロイドは、ヘマトキシリンエオジン染色で見ると、エオジンで、淡いピンク色に染まる、無構造の細胞外沈着物である。混合レッド染色で赤色に染まり、 変更顕微鏡で緑色変更を停止、電検では8から15ナノメートルの線構造を呈する物質として定義される。ドイツの病理学者であるウィルヒョウはこの物質の本体を澱粉様物質と考えアミロイド、類電粉質と命名したが、その後、この物質の本体はタンパク質であることが判明した。生態に存在する様々なタンパクがアミロイドになることが知られており、 アミロイドが由来するタンパクに対応したアミロイドタンパクの名称が付けられる。アミロイドが由来するタンパクすなわちアミロイド、セングタンパクは多様であり、一定のアミノ酸配列や構造を有していることはない。タンパクの違いに関かかわらず共通したアミロイドの病理学的正常を定する。アミロイド形成過程ではセングタンパクあるいはセングタンパクがタンパク分解を受けた断片が、 立体構造を変化させ β シート構造に無タンパ白断片が15凝集し最終的にアミロイド繊維が形成される形成されたアミロイド繊維は不要性であり組織増応器に沈着する沈着分や沈着量により増応器の機能不全が生じるただしアルツハイマー型認知症の脳に見られるアミロイド β タタパ白 Aβ の15凝集過程では 最終的に形成されるアミロイド繊維より、オリゴマーやプロトフィブリルと呼ばれる中間的な凝集体の方が、より強い神経毒性を持つ。なお、レビー固定や神経原繊維変化は、細胞内のアミロイド類似の繊維性構造物で、あるが、細胞が生き物であるアミロイドとは定義上区別される。アミロイドーシスは、繊維構造を持つ、不溶性タンパクであるアミロイドが、 臓器に沈着し機能障害を起こす疾患の総称、疾患群として定義される。全身諸臓器にアミロイドが沈着する、全身性アミロイドーシスと、ある臓器に限局した沈着を示す。限局性アミロイドーシスに対別され、さらにアミロイドセングタンパクに対応する臨床病形に類される。アミロイドセングタンパクが、 特定組織に限局すると限局性アミロイドーシスとなり血液中に存在すると全身に分布するため全身性アミロイドーシスとなる。全身性アミロイドーシスもアミロイドの組織親和性により様々な沈着パターンを呈する。AL アミロイドーシスは異常形質細胞によって産出されるモノクローナル免疫クロブリン M タンパクの検査 l s 由来のアミロイド AL が 全身所臓器、心臓、腎臓、消化管、肝臓、末梢神経などに沈着する。AL には、ラムダサ由来の A ラムダとカッパサ由来の A カッパがあり、A ラムダの方が A カッパよりも多い。稀に重さ、H サ由来のアミロイド R が沈着する R、アミロイドオスが見られる。AL アミロイドオシスと R ア,アミロイドオシスを、免疫グロブリン性アミロイドオシスと呼ぶ。 多発性骨髄種や原発性マクログロブリン血症などの基礎疾患を伴わない場合は、発性エールアミロイドーシスと呼ぶ。原発性エールアミロイドーシスは、マガス、モノクロナルギャマパシーオブアンディターミンドシグニフィカンスに随伴したものと考えられているが、マガス随伴例と骨髄随伴例か、間別困難な例もある。2004年の日本の統計では、 免疫グロブリン性アミロイドーシス及び老人性 TTR アミロイドーシスを含めた有病率は人口100万人あたり6.1人と推定されている。いわゆるアミロイドーシスの約70%が免疫グロブリン性アミロイドーシスと考えられている。アミロイドの沈着は心臓、肝臓、腎臓、消化器、末梢神経など多臓器にわたる。初期には 全身倦怠感、体重減少、不腫、貧血などの人食い的症状があり、経過中にうっ血性心不全、蛋白尿、吸収不良症候群、末梢神経障害、起立性低血圧、手根管症候群、肝腫害、拒絶、皮下出血などを呈する。拒絶は特徴的であり、約20%に認められる。血管への沈着が著名であれば、 出血傾向を停止、死斑や皮下出血、粘膜下出血を認める。眼科周囲に死斑が認められる場合、アライグマのメサインと呼ばれる。抹消神経障害として、知覚障害、無感覚、筋力低下を認める。感覚障害は通常左右対称性で下肢に多く、時に痛みを伴う。主根管症候群は他の症状より1年以上先行して見られることが、 多い。診断は、厚生省特定疾患調査研究班による、免疫グロブリン性アミロイドーシス、AL 型の診断基準と、第10回国際アミロドアミロイドーシス会議、コンセンサスオピニオンによる、診断基準がある。組織診が重視されるが、腹壁の死亡吸引性検は安全かつ、診断率が高い。AL アミロイドーシスの予後は不良であり、無治療例での、 診断からの生存期間中央値はおよそ13ヶ月である。特に診病変を有する例は、予後不良である。有利検査、FLC も、予後因子である。治療の目標は、アミロイドタンパクの原因となっているモノクローナルな、FLC の産生を速やかに抑制し臓器機能を温存することにある。第10回国際アミロイドアミロイドオシス会議、コンセンサスオピニオンでは、 原発性アミロイドーシスの治療判定基準がある。最も有効な治療は65歳未満ならば増血、幹細胞移植の自家末梢血幹細胞移植であるが治療関連毒性が多発性骨髄腫の場合と異なり高いため適用は慎重に検討する必要がある。自己末梢血幹細胞移植の適用がない場合はメルファランとデキサメタゾンの併用療法が行われる。 多発性骨髄腫で行う、バット療法は、エールアミロイドーシスでは実施する意義が乏しいと考えられている。エーアミロイドーシスは、アミロイド A、AAA と呼ばれるタンパクが繊維化し全身の臓器に沈着する疾患である。エーアミロイドーシスは、慢性炎症性疾患。特に関節リウマチなどの自己免疫性質、家族性地中解熱のような自己炎症症候群。 血管炎症候群、キャッスルマン病、スティル病、クローオン病かつては結核などの感染症に合併するため続発性あるいは二次性、または反応性アミロイドーシスとも呼ばれる。過去には結核に多く合併したが2010年現在では、その90%が関節瘤ウに続発し、関節瘤ウの約6%に A アミロイドーシスが認られる。慢性炎症時に、 主に肝臓から産出される、急性期タンパクの血清アミロイド A、サーの代謝産物アミロイド A、AA が腎臓や消化管に沈着する。サーは炎症刺激を受けて、肝臓で主に産出されるアミノ酸104個、分子量12000のタンパク質である。異なる遺伝子座に由来するサー1サー r 2サー4のアイソタイプがあり、 このうち炎症刺激で増加しアミロイドの潜具体となるのはサー r 1とサー r 2である。サー r 1がアミロイド潜具体として有利である。サー r の3質更新は L−6 シグナルによって活性化された転写因子の START3 と TNKα と L−1 などのサイトカインで活性化された NKαBP65 の活性化によって起こるが START3 の活性化が必須であり、 NK カッパ BP65 は補助的である。サー高ネの患者の一部にしか AA アミロイドーシスが発症しないことからサー高ネ以外の因子の関与が想定されている。診断の契機となるのは関節リウマチ、結核など慢性炎症性疾患の患者が下痢、麻痺性イレれスなどの消化管症状、タンパク尿や腎機能低下などの腎障害所見が見られた時に疑われる。 臨床的に最も問題となる症状は、非選択性のタンパク尿、ネフローゼ症候群、腎不全といった腎障害や心臓障害である。関節リウマチに続発した AA アミロイドーシスの40から60%の症例が等を余儀なくされ、末期腎不全で死亡する。アミロイド腎では、アミロイドは腎子宮体、間質のいずれにも沈着する。子宮体においては、 死球体規定膜とメサンギウム領域がアミロイド沈着の後部位である。間質においては、尿細管規定膜、血管壁などにアミロイドの沈着が見られることが多い。AA アミロイドーシス、AL アミロイドーシスの比較では、AL アミロイドーシスでは子球規定膜やメサンギウム領域に沈着が多く、AA アミロイドーシスでは尿細管規定膜などの人肝質への沈着が多い。 傾向がある。アミロイド診は欧米では、エールアミロイドーシスより頻度が低いとされている。新症状は、拡張不全が早期には主体になると考えられている。心臓超音波検査で、グランヤラースパークリングサインがありさらに壁飛行が認められると予後が悪いとされている。AA アミロイドーシスの診断は、生検で行われる。症状のある、 当該臓器で行うか、生検困難な場合は、検出感度の高い十二指腸粘膜で行う。消化管粘膜においては、粘膜下層が含まれる、厚さで採取する。腹壁の死亡吸引生検もよく行われる。染色は、混合レッド染色で、判定可能であるが、抗営栄抗体を用いた、免疫染色で、確定的とな、 A 英アミロイドーシスの予後は診断時期にも左右されるが一般に不良である。関節リウマチに合併した A 英アミロイドーシスにおいては診断後の生存期間は4から5年とされている。死因として多いのは感染症腎不全でが報告されており、死因の40から60%は腎不全に関連したものである。治療の方法としては原理的にはサアの酸質抑制。 アミロイド沈着阻害、沈着アミロイドの溶質、臓器障害に対する対象療法が考えられる。沈着アミロイドの溶質に有効な薬物は2010年現在存在せず、サーの産出抑制が最も有効である。特に関節リウマチ患者においては炎症を完全にコントロールし、サーを正常範囲に保つことで予後の改善が期待される。AA アミロイドオシスに対する tn 回阻害療法やイルマイナス6阻害療法の有効が報告されている。特にイルマイナス6阻害療法の効果が高く今後、A アミロイドーシスの治療の主流になると考えられている。長期透析患者では、血中で増加している β2 ミクログロブリン由来のアミロイド Aβ2M が人体骨領域に沈着する。家族性アミロイドポリニューロパーチー ファミリアルアミロイドパリンドパシー、ファップと老人性全身性アミロイドシス、シーナイルシステミックアメラドシス、差が多い。家族性、アミロイドポリニューロパチーは、成人期に、抹消神経、自律神経、心、腎、消化管などに、アミロイド沈着をきたす常染色体優勢遺伝性、疾患である。 TTR 遺伝子変異に起因し TTR 由来のアミロイドティアが沈着する TTR 型 FAP が最も多い。老人性全身性アミロイド質は主に高齢者の心臓にアミロイド沈着をきたす疾患である。アミロイドは野生型、正常型の TTR 由来のアミロイドティアである。家族性、アミロイドポリニューロパチー、FAP とは遺伝的に変異を起こしたトランスサイレチン。 イケ TTR、ティアゲルソリン、アポエアイなどが、線維タンパク質となって、繊維状の構造を持つミロイドと呼ばれる、得意なタンパク質が神経節を含む、抹消神経、自律神経系や他の組織に沈着することにより、臓器障害を引き起こす常染色体優勢の、全身性アミロイド質を言う。FAP は、臨床的に4分類に分類されてきた。I 型と、型は、 TTR の点変異や化質による変異 TTR が組織沈着アミロイドの原因タンパク質となる3型 YK アポリポタンパク AI4 型ガゲルソリンがアミロイドの原因タンパク質となるこの中で TIA が原因となって神経障害や臓器障害が起こる TTR 型 FAP が最も患者数が多い TTR 型 FAP は ポルトガルのアンドラードにより、末梢神経障害を主体とした、家族性の全身性アミロイドーシスとして報告された。1983年にタワララにより最も多い TTR 変異である30番目のバリがメチオニンに変異したタイプ、バル30メットが報告された。TTR は127個のアミノ酸からなる、タンパク質で100を超える遺伝子異常が報告されており、 一部を除きそのほとんどがファップを引き起こすことが明らかになっている。ファップは遺伝性ニューロパチーの中ではシャルコーマリートゥース病に次いで2番目に多いことが明らかにされている。日本には1000人弱の患者が推定されている。従来はファップは限られた中積地のみで認められる非常に稀な疾患で比較的若年で発症すると考えられてきた。 そのような典型例では20歳代後半から30歳代に発症するケースが多く、症状は患情進行性で肝移植を行わないと発症からの平均余命は約10年である。温度角と痛覚が優位に障害される、乖離性感覚障害、高度の便秘と下痢に応募発作、起立性低血圧、排尿障害などの多彩な自律神経症状。 人口ペースメーカーマイナスの植え込みが必要とする、高度な心同障害これらが特徴とされてきたが、このような古典的な特徴は、長野県、熊本県など、集積地でのみ成り立つ。また世代ごとにファップの発症が早くなる世代間、促進現象が認められる。遺伝的な背景がはっきりしない、古発例の高齢発症のファップが報告されており10、11と男性に圧倒的に多く、 自律神経障害は軽微であることが特徴とされている。このような症例では、慢性炎症性脱髄性多発神経炎との鑑別が重要となる。末梢神経の症状は一般に自律神経、感覚神経、運動神経の順で症状が出現することが多いとされている。アミロイド沈着により症形無髄繊維から、 体型融水繊維の順に障害が進行するため考えられている。感覚障害は通常末梢から上行し左右対称な手袋靴下上分布を示す。感覚障害は温通覚障害が優位で位置角、触覚、振動角の障害は軽く帰離性感覚障害を示す。上司の症状は手根管症候群によるものが多い。筋萎縮。 筋力低下などの運動神経障害は通常、感覚障害より2から3年遅れて出現し、末梢優位に下肢から上肢へ進行する。進行例では、舌の萎縮や繊維たばれん縮が見られる。異形 TTR は、肝臓以外に網膜からも産生されておりガラス体混濁や緑内障が起こる。一般採血検査では特異的所見はない。異形 TTR は、 主として肝臓から産生されるが肝実質にアミロイド沈着はほとんどなく肝機能障害は見られない。CVRR は低下しサーモグラフィーでは上肢皮膚音の低下が認められる。神経伝導速度検査では早期から皮膚神経の感覚神経活動電位の低下、消失が見られ時間とともに下肢の F 波の異常、複合活動電位の低下。 消失も生じ軸く,く変成型感覚運動、多発根神経炎の初見を呈する。新エコーでは、心出中核の飛行、グラニアラースパークリングサイン、気度の上昇など、アミロイド神筋症の初見が出される。未部具神地では H、M 比の低下が認められる。発症早期の被覆神経成件では、アミロイドは、血管周囲と神経周膜の一部に、微量付着していることが多い。 HE 染色のみでは判定は不能であり、混合レッド染色、変光顕微鏡による観察が不可欠である。抹消神経の生検のトルイチジンブルー染色では、無髄神経の脱落に加えて、高度な小形有髄、ただしの減少と、大行有髄繊維の減少が見られる。ファップは、様々なトランスサイレチン変異による異なった美容像があるがその主体は、抹消神経障害。 自律神経障害、心、腎、消化管、目の症状にまとめられる。確定診断には、性検組織の混合レッド染色、抗 TTR 抗体を用いた、免疫染色などの組織診断及び血清診断や遺伝子診断を用いて行う。異形、TTR は90%以上肝臓で、産生されるため肝移植治療は、発症早期に行えば、 ニューロパチーや臓器障害の進行を抑える有効な手段と考えられている。しかし目に沈着するアミロイドは抑制できず目症は移植後も進行する。TTR がアミロイドを形成するためには4、両体から単両体への乖離と単両体への編成が必要である。ジフルニサルやタファミジス FX-1006A、または ビンダケルが TTR4 両体を安定化させ、アミロイド繊維形成の阻止が期待されている。またセルナを用いた遺伝子再練習、ワクチンや抗体を用いた免疫療法も根本的な治療として期待される。心室へ大量にアミロイド沈着を生じて臨床的に難治性の不整脈と心不全をきたす病態は老人性心アミロイドオシス。 シーナイルカーディックアミロイドーシスと呼ばれ、欧米では以前から高齢者の心疾患の重要な原因として位置づけられていた。老人精神アミロイドーシスは長年心臓に限局したアミロイドーシスと考えられていた。しかし1980年代に本疾患のアミロイド、抗生タンパクが TTR と判明し全身性アミロイドーシスと判明した。そして心臓以外にも 肺、腎臓、全身の小血管にアミロイドが分布することが明らかに言った。また1990年代にはアミロイド抗生タンパクが変異 TTR ではなく野生型 TTR であることが判明した。従来、老人性アミロイドーシスと呼ばれていた病態においては、心臓以外の複数の全身器がアミロイド沈着で侵されること。 結成中にアミロイドセンウタンパクが存在することから全身性アミロイドーシスの基準を満たし、本疾患は老人性全身性アミロイドーシスと呼ぶようにな。冒険例では本例は25から28%以上、90歳以上で37%も認められる。臨床症状には主体は新症状と主根管症候群である。前者の初発症状は 心房細動であり、ついで進行性の心不全を呈する。心房細動に近する脳側栓を併発することがある。主根管症候群は両側性であり心不全の出現に数年先行することが多い。アルツハイマー型認知症や脳血管アミロイドアンギオパチー、スリブリルアミロイドアンジオパシーかの主成分はアミロイド β タンパク、Aβ であり Aβ は Aβ 線具タンパクに由来する。その他に、プリオンタンパク由来のアミロイドが沈着するプリオン病、などがある。ホルモン酸質部位で、ホルモン由来のアミロイドが沈着する。肺、咽頭、消化管、膀胱、尿管などに原曲性で、結節性のアミロイド沈着を認める部位があり、アミロイドは AL である。アミロイド沈着部位にモノクローナルな。 形質細胞浸潤を認める場合があるが、全身性 L アミロイドーシスと異なり、血中には M タンパクは認められない。アミロイド体戦、血節性アミロイドーシス、半常アミロイドーシスの3つに分類される。アミロイド体戦は、アミロイド原繊維は皮膚のケラチンであり、過体に半常の非常に爽下油のある抗色腸の球収を呈する。 結節性アミロイドーシスのアミロイド原繊維は、タンクローン性免疫グロブリンであり、死死、顔面、または体幹に、単発内視多発性の平滑な、結節性病変を呈する。市販の有無は問わない。繁盛アミロイドーシスのアミロイド原繊維は、皮膚のケラチンであり、上背部に後発し、爽快を伴う。灰色褐色、毛用の黄斑病変で、 しばしば特徴的なサザナミ型のパターンを呈する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。